河内県城駅は大阪府柏原市大和沢親にある西日本旅客鉄道関西方位線の駅である。駅番号は JR929。大和地線の愛称区間に含まれている。相対式ホームに面2線を有する地上駅で分岐器や絶対信号機がない停留所に分類される。ホーム有校長は6両編成分。王子方面行きホームに接して期車があり。 反対側の天王寺方面行きホームへは、古戦橋で結ばれている。トイレは組取式である。八尾駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅である。早朝、夜間時間帯は、無人となる。緑の窓口が設置されていない駅でもあり、窓口での発見は、ポスター末にて行われている。 簡易型自動改札機が設置されており、IC カード乗車券、愛 c o が利用可能。大阪府、奈良県境の山間部に駅があるため、利用客数は少ない。また、大和寺線にある駅の中でも最も少ない。大阪府東京年間によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。満開の桜の下、河内県城駅に到着する1 0系。 電車下りホーム沿いの土手には桜が植樹されており、開花の時期は夜間にライトアップされる。1970年代半ばまで、大和川対岸の採石工場からベルトコンベアで運ばれた採石の石採用施設があり、本線に渡り線と引き込み線もあって入れ替え作業も行われていた。コンベアの支柱コンクリートが移行として長年放置されていたが、2008年4月に、 撤去作業が行われた。ありがとうございます。